今回は置いて飾れるひなだるまの作り方をご紹介します。こんにちは、折り紙作家の神木です。使う折り紙の色柄によって結構雰囲気が変わりますね。こちらは抗菌折り紙の神木監修シリーズひな祭りセットなどを使っています。木目調の折り紙で作ると積み木のおひな様のようになるので、こちらもおすすめです。メリナに使う折り紙のサイズです。本体が15センチ角、髪の毛はその半分の 7.5×15、着物は4分の1の 7.5 センチ角、扇も 7.5 センチ角です。メリナの頭についている冠のような祭祀は、本体の縦横3分の1、5センチ角を使っています。おびな、お代理様に使う折り紙のサイズです。本体は15センチ角、髪の毛は4分の1の 7.5 センチ角、着物も 7.5 センチ角を使います。2枚ご用意ください。手に持っている尺は5センチ角、そして、頭につけている帽子のようなこちらの冠は 7.5 センチの半分サイズです。飾りの背景に使う屏風の作り方も動画の最後にご紹介します。紙は屏風1つにつき同じ大きさの15センチ角の折り紙2枚を使います。桜立ち花に使う紙のサイズです。土台の部分、上の部分、両方とも 7.5 センチ角の紙を使います。エビナ、オビナ共通の本体部分の作り方です。15センチ角の折り紙を使います。まず、白い面を表にして、縦横半分に折り筋をつけます。半分に折って戻します。縦にも同じように折って折り筋をつけます。次に、下の縁だけを真ん中に合わせて折ります。次に、両方の縁を真ん中に合わせて折ります。次に、下の縁をこの折り筋のところに合わせて折ります。そしたら、少し戻して、ここの隙間のとこですね、手前の隙間を広げて、端のところを三角になるようにして、そこで潰しております。反対側も、この隙間を広げて、端を三角にして、ここで折ります。で、この折ったところを戻します。次に角を真ん中に合わせて折ります。反対側も角を折ります。おびなはこれで出来上がりです。メビナは角をここまで3分の1くらいの幅で折ります。これでメビナ、オビナの本体部分の出来上がりです。
海老名、帯名共通の紐の部分の作り方です。7.5 センチ角の紙を2枚で左右対称になるように作ります。まず白い面を表にして、真ん中だけに印をつけます。三角に角を合わせたら、真ん中あたりを押さえて印をつけます。向きを変えて同じように三角にして真ん中を押さえて印をつけます。すると真ん中の位置がわかりますね。そこに合わせて2箇所の角を折ります。向かい側の角も折ります。これと同じものを反対側も作ります。半分に折って印をつける。方向からも三角に折って真ん中に印をつけたら中央の印がつくので、そこに合わせて2箇所、向かい合う2箇所の角を折ります。次にこのような向きで置いて、上の縁をこの紙の縁まで3分の1の幅で折ります。折った時にこの色のところと白いところの幅が同じになるところで折ります。次にこの角を真ん中に合わせて折ります。これと左右対称になるようにもう一枚を折ります。まずこの上をこの角まで3分の1の幅で折ります。で、縁を真ん中に合わせて折ります。それぞれ裏返して、紐の部分の出来上がりです。ちょうど両端にこの折った部分が出る感じになりますね。帯名の着物も同じように作ってください。では、目びなの髪の毛の作り方です。折り目が見えやすいようにこちらの紙で説明します。まず白い面を表にして、縦横半分に折り筋をつけます。次に角を出た折り筋に合わせて折ります。次に上の縁を真ん中の線に合わせて折ります。反対側も同じように折ります。はい、裏返します。次にここについている横の折り筋よりも、6、7ミリぐらいですかね。このぐらい下に角を合わせて折ります。そして、この折り筋の端のところにちょっと爪を当てて、ここをちょっと斜めに折ります。反対側も、ここについている、この折り筋ですね。この折り筋のところを起点にして、斜めに折ります。裏返して、
髪の毛の出来上がりです。オビナの髪の毛の作り方です。白い面を表にして、対角線に折り筋をつけます。三角に折って戻します。別方向からも三角に折って戻します。次に上の角を真ん中に合わせて折ります。次に上の縁を真ん中に合わせて折ります。反対も同じように折ります。今折ったところを戻します。そして、ついている折り筋を起点にして角を折ります。反対も同じように折ります。ついている折り筋で折り戻します。これで、オビナの髪の出来上がりです。次に、メビナの頭に乗せている祭祀の作り方をご紹介します。緑の髪で説明します。まず、黒い面を表にして、三角に折って縦半分に折り筋をつけます。次に上を下に合わせて三角に折ります。次に真ん中に少し隙間を空けるように斜めにこのように折ります。反対も同じように真ん中から少しの角度で斜めに折ります。次に下の角が、この上の角よりも少し上に来るぐらいのところに合わせております。これで、おひなさま、メビナの祭祀の出来上がりです。こちらの、冠のようなものなんですが、正式には祭祀という呼び名だそうです。 7.5 センチの紙を使用しています。まず白い面を表にして三角に半分に折ります。次に三角に半分に折って戻します。次に両方の角を上に合わせて折ります。折ったところを戻します。裏返します。次に今この山折りになっているところをつまんで真ん中に合わせて畳みます。反対側も山折り線をつまんで真ん中に合わせたところで畳みます。次に外側の縁を真ん中に合わせて折ります。
反対側も外側の縁を真ん中に合わせております。そして、この状態、三角に折れている状態まで戻します。次に真ん中の隣のこの今谷折りで折り筋がついている線で後ろへ折ります。山折りに折り筋をつけ直します。折ったところを戻します。そして今折ったこの山折り線をつまんでこの縁の隣の線に合わせて畳みます。次にこの隙間を広げます。そして今ついているこの山折りの折り筋のところここをこの上の1枚だけつまんでそのまま畳みます。そうするとこうこのように畳めます。裏から見るとこんな感じですね。そして一番外側の縁を手前に折ります。そして上のこの三角の部分を向こう側へ折ります。この白い三角の部分を向こう側へ折ります。ここの角もこの横の角と合わせてそしてこちら側の外側の縁はこう垂直になるように折ります。これでもちょっとまだカクカクしてるのでこの角の部分をちょっとだけ裏へ折ります。これでだいぶ扇らしい丸みがつくんじゃないかなと思いますがどうでしょうはい、これで扇の完成です。次に、オビナが頭に乗せている冠の作り方です。普段はエボシというそうですが、正式な場では冠と呼ぶそうです。7.5 センチの半分サイズの紙です。まず、白い面を表にして、縦半分、横半分に折り筋をつけます。次に下の縁を真ん中の折り筋まで3分の1の幅で折ります。下の部分と折り筋までの白いところが同じ幅になるように折ります。裏返します。下の縁を折り筋まで合わせて折ります。裏返します。両方の縁を真ん中に合わせて折ります。次に下の一番上の紙の隙間ですね。ここを開いて、そして角が三角になるようにして畳んでおります。反対も同じように、前の隙
隙間を広げて角を三角になるように畳んでおります。裏返して小びなの冠の出来上がりです。5センチ角の紙を指定しています。まず三角に半分に折ります。戻します。下の縁を真ん中に合わせて折ります。角をこの色の変わっているところに合わせて折ります。次に、斜めに折るんですけど、ここがちょっと難しいというかバランスが難しいんですが、真ん中からちょっと離したところを起点にして、上がこのぐらい開くようなところで折ります。反対側も同じように折ります。ここがちょっと左右対称にするのが私はちょっと難しいんですけども、そうですね、ちょっと全体のバランスを見ながら同じぐらいになるように折ります。そして上の角をちょっと隙間を空けて折ります。裏返して尺の完成です。書籍だけの作品も多数掲載されているカミキーの本もぜひご活用ください。ウェビナの組み立てです。はい、着物のこちらのパーツですね、こちらをまず左の方に合わせて、この位を合わせます。下も合わせます。そして、このところで折って、はい、裏をテープなどで留めます。下のところは少し浮くので、のりで貼りましょう。次に髪の毛のパーツの隙間に本体を差し込みます。奥まで刺すとちょっと顔分が小さいので、適度なところで位置を決めたら、そこでテープなどで貼り付けます。ペタは赤ペンでもいいですし、プレイカラードットだとこうスタンプのように丸く押せて便利です。はい、これでメビナの出来上がりです。オビナの組み立てです。髪の毛パーツを開いて本体パーツを乗せて、はい、折り戻します。裏返します。角を折り筋のところに合わせてまとめております。ここはこの部分はテープで留めておくといいですね。あと下の部分も付けておきます。はい、そして着物パーツを貼り付けます。本体に下の縁を合わせて、ここを折って貼り付けます。裏をテープで貼って、ここは糊などが出やすいかなと思います。
お顔を描いたら帯なの出来上がりです。では簡単に作れる屏風の作り方です。15センチの折り紙2枚を使います。まず折る前に紙をちょっと曲げてみてください。折りにくい方と折りやすい方があると思います。折りやすい方でまず半分に折ります。そして上の1枚を縁に合わせて折ります。裏返して同じように折ります。折ったところを戻します。そしてここを糊付けします。そして広げます。今片方だけ糊付けされている状態です。同じものをもう一つ作ります。向きを変えます。そしてこの白いところですね、ここを重ねて糊付けします。折り紙2枚分の厚さになるので、少ししっかりした感じになるかなと思います。はい、そしてもう一度こう折って色の面を表にすると屏風の出来上がりです。ただこう2枚を重ねて折ってもいいんですけど、そうすると端がちょっとずれたりするかなと思って、はい、このようにしてみました。裏から見るとこんな感じですね。はい、簡単ですのでぜひ作ってみてください。こちらの屏風に使った折り紙は、ここはプロダクトさんのニュー木目調セットという抗菌折り紙のセットに入っています。通常の木目の色の他に色付きのものがあったりするので、はい、こちらもぜひ使ってみてください。桜立ち花の作り方です。土台の部分、上の部分、両方 7.5 センチ角の紙を使います。まず、土台部分の作り方です。白い面を表にして、縦半分に折って折り筋をつけます。下を上に合わせて半分に折ります。次に両端を真ん中に合わせて折ります。次に手前の隙間を広げて、上の角を起点にしてでいっぱいまで広げたところで畳んで折ります。反対も同じように一番上の隙間を広げたら、この上の角ですね、ここを起点にして折って畳みます。そして両端を真ん中に合わせて折ります。で、少し開きます。裏返すと土台部分の出来上がりです。ちょっと開いているのでこのように立たせることができます。次に桜立ち花の上部分の作り方です。黒い面を表にして、三角に半分に折って、真ん中に折り筋をつけます。
時に下の縁を真ん中に合わせて折ります。タコの基本形ですね。次に下の角を上に合わせております。折ったところを戻します。上の角をこの紙の合わせ目に合わせております。そして先ほど折ったところで折ります。そしてこの三角の部分を手前に持ってきて、この紙の合わせ目のところから、5ミリちょっとぐらいですかね、このぐらい隙間を空けて下に折ります。そして両方の角を少しで丸みをつけます。裏返して上部分の出来上がりです。そして土台のこの手前の隙間にこの角を差し込みます。これで桜立ち花の出来上がりです。立ち花も同じ作り方です。緑の紙に黄色い丸シールをつけると、立花っぽくなりますね。桜の方も、桜のシールを貼るとより桜感が出るかなと思います。桜柄の折り紙を使ってもいいですね。飾るときは、桜が右側、立花が左側になります。ご視聴ありがとうございました。カミキーのひな祭り作品は他にもたくさんありますので、概要欄からぜひご覧ください。それでは次回まで、さようなら。